3番鈴木、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。低いところへ決めてきました。ノーボールツーストライク、見逃して三振です。8回の裏、7番から始まるベイスターズの攻撃、バッターは藤岡。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。内野を抜けていきます。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。バッターボックス、マルティネス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッター変化球。